あまり急ぐと転びますよ。私がプラフタですって。まさかこんな反応が。できる人ができることをやるのが一番。私の夢は錬金術でみんなを幸せにすることだから。みんな準備はいいよね。行くよ。ソフィーのアトリエ2、不思議な夢の錬金術師、2022年発売。早期特典もお見逃しなく。